1948年のチェコスロバキア政変、または2月事件は、1948年2月に起きたチェコスロバキアにおける共産主義政権樹立に帰結する事件を指す。東西冷戦が不可逆的であることを西側諸国に強く印象付けた事件であった。共産党の公式主観では、勝利の2月と呼ばれている。 第二次世界大戦後のチェコスロバキアでは、ソ連の影響力が強まり、1946年に実施された選挙で、チェコスロバキア共産党が38%の得票を得て第一党になった。これを受けて、共産党指導者、クレメント・ゴッドワルトを主犯とする連立政権が、成立し、内務省など治安機関や教育、宣伝といった重要ポストを獲得し、また、 機関産業の国有化を進めたアメリカとソ連の対立、いわゆる冷戦が深まり、隣国のポーランドやハンガリーで共産党の一党体制が成立していく国際環境の変化はチェコスロバキアの国内政治にも影響を及ぼし、国民戦線を通じて連合政権を組んでいた非共産系の政党と共産党政権の亀裂が深まっていった。 また1947年のマーシャルプラン参加をめぐっては一旦参加を受諾したもののソ連の意向で撤回せざるを得なかったことやコミンフォルムの創設会議においてユーゴスラビアなどから批判を浴びたことも国内の政治対立に拍車をかけた1947年から1948年にかけて閣内及び議会内で 共産党と非共産政党の対立が激化した。1948年2月初旬、共産党出身の内務大臣バーツラフのセクは、警察や治安部門に残る、非共産党員の追放に着手した。2月12日、政権内の非共産計画量はのセクの行動を批判したが、ゴッドワルトは、武力行使をちらつかせて、批判を封じ込めた。 2月22日の石内省が閣内での合意を無視して、非共産党員の警察官の職場復帰を拒否したことを受けて、12名の非共産系閣僚が抗議の表明として辞表を提出した。彼らは、エドバルド・ベネシュ大統領が辞表の受理を拒み、閣内に残るよう指示すると想定していたし、ベネシュ自身も当初非共産系を含まない。 新内閣の発足は望まないと主張していた。しかし、全国で共産党主導の自衛行動が発生し、また、ソ連大使バレリアン増林が、プラハイリし、ソ連の介入可能性が高まっていく状況、そして、ゴッドワルトによる、全国ゼネストの呼びかけといった政治的圧力を受けて、2月25日、ベネシュは、最終的に辞表を受理し、共産党と、 親モスクワ派の社会民主党による新政権を指名した。5月9日、人民民主主義を謳う新憲法が採択され、30日の総選挙で共産党とその衛生政党からなる国民戦線が89.2%の得票を獲得した。この結果を受けて6月2日、ベネシュは大統領を辞任した。当初は、 東西領事名のいずれにも属さず、マーシャルプランを受け入れようとしていたチェコスロバキアに共産党単独政権ができたことは、イギリス、フランスを中心とした西側諸国に大きな衝撃を与えた。また、チェコスロバキアが東欧でも唯一の工業国で、軍需産業が盛んだったことも大きな痛手となった。西側諸国はこれに対抗して、 1948年3月17日にイギリス、フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの5カ国がブリュッセル条約を締結。これは前年に英仏間で結ばれたダンケルク条約を発展させたもので5カ国による相互援助、防衛が確認された。しかし東西領事名への対立が決定的となった今、 強大なソ連軍に対抗するためには十分とは言えず、そこで西側諸国は唯一ソ連に対抗できる軍事力を持つアメリカを巻き込んだ新たな相互防衛策を模索するようになる。アメリカからしてもソ連の軍事力は脅威を感じており西ヨーロッパの誘いに応じた。この構想は急速に進められ1949年4月、北。 大西洋条約が結ばれ、NATO が成立した。また1954年10月23日には、パリ協定によって、西ドイツ、イタリアを加えた拡大ブリュッセル条約が成立し、WEU が結成され西側諸国の安全保障体制が確立された。東西両陣営の対立は1989年の東欧革命まで続くことになる。ありがとうございます。